うちの会社の先輩は、にゃおー、小さくて可愛い。ドゥワ、先輩の小さい手が、なんだこの究極の癒しテーマパーク。パワハラ、世界一受けたいパワハラ。よしよし、ちょっと先輩、本当に篠崎さんは私の自慢の後輩さんです。